あいにくの雨になってしまいましたけれども、うんうん、頑張れ日本の2周年ということで、ね、はいはい、いかがでしたでしょうか。あの雨ですけど、まあこれだけ集まっていただいたんでね、また今からあのどんどん来ていただけるんじゃないかと思いますけれども、あのやっぱり日本の国を心配してるね、日本を愛する日本国民がやっぱりいっぱいいるんだと思いますね。そうですよね、はいはい、2年前にこの会ができた時というのも、もちろんいろいろな問題があったと思いますけれども、はい、さらに、この2年間の間には本当にいろんなことがありますよね。そうですね、そうですね、あのなんかまさにこの日本の政権を試してるみたいにね、まあ、地震があったり、原発のね、あの破裂事故があったり、いろんなことが起きてますよね。だから日本の場合はあの国家緊急事態の規定が憲法にないわけですよね。よその国ではだいたい国家緊急事態の規定があるわけですけども、日本の場合はそれがないんで、有事になっても新たに法律を作らなければ従来の平時の時間がいっぱいある時の法律がそのまま適用されちゃうわけですよね。すると実際あのうまくいかないことがいっぱいありますね。だから震災であの津波で流された車を片付けようとしても、これがあの所有者の承認を得ないと片付けられないとかね、それから瓦礫の片付けをやるのにね、これは一般競争入札じゃないとね、あの誰が仕事をやるか決まらないとかいうこともそうですよね。だから日本で従来、まあ、やってたいわばあの談合みたいな話をですね、この有事で時間がないときには合法化しないといけないと思いますね、私は。そういうことも含めて、その国に緊急事態の規定がないということがね、やっぱりいろいろあの国を混乱させますし、国民が結局は損をするということになると思いますね。そうですよね、はい、あのまさに地震の時に、うん、あの救援物資を運ぶのに、はいはい、あの自衛隊の方々はもう皆さん参加されて、そうですね、だから指示が出ないと動きが取れないということがあるんですね。実際私は福島出身なんで、まあ、いろんなあの知り合いの話を聞いたりするとね、はい、これだけ物が溢れてる日本でね、あの1ヶ月以上も、ね、毎日水とおにぎり2個だけで暮らしたという人がいっぱいいるわけですね。これなんかまさにね、ちゃんと緊急事態の時にね、どうするということが決まってればね、こんなことは起きないと思いますね。そうですね、はいはい、あの弊社の読者の方からもですね、本当にたくさんの方から、田上さんにぜひね、この国を動かす立場の方に入っていただきたいっていうような声もかなり上がってるんですけども、その辺はいかがでしょうか。そうですね、大臣とかになれればいいですね、本当ね、でも本当にね、今も防衛大臣なんかは結構な問題があるかと思いますけれども、そうですね、これが適材適所と言えるんでしょうかね。まあはっきり言って言えないと思いますね。ですよね。あの大臣がね、あらゆることに細かいことに精通する必要はないと思いますけれどもね、やっぱりある程度の基礎的な素養はやっぱり必要ですよね。はい、だけれどもその国を守るとか軍事力の意義だとか、そういったことを全く考えたことのない人がね、大臣になるというのはやっぱり困ると思いますね。そうですね、はいはい、本当に国防というのは、そうですね、国の存続のかかった問題ですからね。そうですね、はいはい、だからまず軍事力の意義って何かっていうことがね、分かってない人もいるんじゃないかなと私は感じるんですよね。そうですね、だから国際社会を見ればね、その世界中の人たちがみんな豊かに暮らすほどの富とか資源は準備されていないわけですよね、はい、だからそういう中になって国際政治って何ですかっていうとね、その本質はもう富と資源の分取り合戦なんですよね、はい、で第二次大戦までの世界はね、これは軍事力を直接使って戦争に訴えてこれを取りに行ったわけですよ、はい、で今はそういう時代じゃなくなったんですね、はい、軍事力が直接使われない代わりにね、この情報戦争でね、相手をだまくらかしてね、富や資源を分取ってくるということが日常的に行われているわけですね。これだから嘘とかデマとか捏造の情報がどんどん流されますよね、はい、でまた自分の国に有利な国際システムを作りますね。そうですよね。でこれが ISO だ TPP だ WTO だとかね、はい、だから
これを提案した国はみんなとにかく自分の国が儲かるような提案になってるわけですし、うん、すごいですね、なってるしね、こういった国際システムはね徹底的に利用すると考えるのが普通の国なんですよ、はい、日本の場合はねこの国際システムである例えば国連なんかにねもう自分の身を全部預けちゃうっていうことですからね、こんなことしたらねもう本当身ぐるみ剥がれるだけですよね。その辺もね結局この国家安全保障とか考えたことがないとね、結局こっちが善意を示せば相手も善意を示すだろうというようなことになりやすいわけですよね。国際社会って本当腹黒だと思います。で国っていうのは徹底的に利己的だと思います、個人と違ってね。だからよその国のことなんか知ったことかと、うん、とにかく自分の国だけ考えるというのがね、こうね国際社会一国の大統領や総理大臣なんですよね。だからそういうもんだということでね、その簡単に謝罪をしたりね、簡単に譲歩したり一歩下がったりっていうのはね、これは国際社会では絶対やっちゃいけないんですね、はい、そうですね。ではあの最後に弊社の読者の皆さんに一言、ぜひメッセージをお願いします、はい。日本国民というのはねやっぱりこの2000数百年にわたって培われてきたね DNA がね、その素晴らしいこの道徳観であるとか倫理観であるとかね、思いやりとかそういったものを持ってると思いますね。だからこの日本国民のこの優れた特性はまだ失われていないと、今とにかく日本の政治がねこれに目覚めて、で気がついて、でこの国際政治の中で頑張る体制ができればね、これは素晴らしい日本が復活するというふうに私は思いますね。今日本はとにかく政治的に底だと思いますね。これ以上悪くなることはないと私は思います。ですから復活を信じてね、頑張っていきましょうと。